さんこんにちは、シムです。よろしくお願いいたします。ってことで、追加超究極であるイフリート、まあ、シズさん&イフリートがですね、発表されました。はい、発表されまして、待機していたところ約7時41分にですね、ギミックが分かりました。おい、俺ね、楽しみすぎる。1分ごとぐらいタイトル戻ってたわ。うん、やっぱギミック出てからね、撮った方がね、面白いっていうのをライブで、視聴さんから結構いただいたんで、まあギミックをちょっと楽しみに待ってたんですけど、こんな感じですね。まあやはりリムルっぽいっすね。ワープ減速が、必須で、反射タイプ優遇のクエストになるのかな。はい、でブロックが、一応あると楽なのかな。まあ結構なくて楽って時もあったりするからね。まあそれはどっちかわかんないですけど、ブロックが一応びっくりじゃない、対策は必須じゃないけど出てくるよと。で属性効果は超アップ、はい、2倍かな。で属性、あ、弱点効果アップで、敵に触れるたび、あ、出た、敵に触れるたびに攻撃アップか。はい、でちなみにこれ俺まだキャラとかも何も見たいんで、素属なんなんだろう、これ僕出てんのかな。シズさんが入ったらね、結構性能良かったっすよね。アジンか、あ、アジンだね、さすがにアジンか。はい、じゃあ、アジンキラーとかがまあ多少使えるんじゃないかってところか。なるほど、じゃあ見ていきましょうか。もうリムル以外誰かいる？あ、そう、これ検索はしてたんだ。で、そうだ、これで、水属性だけ、一応こうパッとね開いて、あ、やっぱリムルそうだよねっていう感じになってて、そうか、カンがいるのか。これカウンターキラーっすもんね。あー、いや、カンが強そうっすね。ただこれコネクトきついね。自身と激種が異なるキャラ1体以上っていう条件はさ、今回さ、貫通じゃなくて反射の方が優遇されてるようなクエストなので、反射で揃えるってところが多いと思うんですよね。ってなってくるとこれちょっときつそうだよね。うん、楽100以上って、俺はね、これカウンが運極だから使えちゃうかもしれないですけどね、え、もうこれは楽、まあ運極のやつとかを1本入れなきゃいけないっていう状況になっちゃうからね、ちょっと現実的ではないっすよね。まあ純粋にリムルな気しますけどね。うん、今回まあでも触れれば触れるほどのステージだからさ、でウィンドが出てるならね、加速してそれっていうのも分かるんですけど、ウィンドとかないから加速要素がないんですよ。だからまあ加速要素を持っているやつっていうのをちょっと強めに見てあげたい気はしますけどね。この中にはいないね。加速エースとかなんかワンチャンあってもおかしくなさそうですけど、まあ、こんな場所にいるわけがないんですけどね。まあ、SS で意外とね、加速状態になるとか、アイテム成長でしょ、双葉も違うでしょ、 SS 半分にする、違う、これなんだろう、あー違うね、周囲も弱点効果だもんね、でランダでしょ、うん、じゃあ違うね。うん、水だけで見るとちょっとね、どうなんだろうねって感じが多いですよね。コネクトなかったらカウンめっちゃ強そうなんですけどね。でいつもも一応、はい、まあ、こんな感じでね、耐性も持っててカウンターキラーあってっていうので火力出せるキャラにはなってるんですけれども、自身と線形異なるキャラが1体以上、これ結構今回コネクト邪魔してきてるね。これリムルと同じ線形なんで、そこ考えるとちょっと出雲もどうなんすかね。まあ1体以上だから、リムルリムル出雲とかで他の線形入れるとかだったら満たせたりできるんですよね。それこそ出雲出雲、リムル他の線形1本とかでもコネクト満たせたりするから、勘ほどきつくはないと思うんだけど、貫通変化がどれぐらいやってくれるかなとかあるよねこれね。うん、結局その価値とかを倒してそのターンに攻撃とかになっちゃったりとか、価値に触れてから敵を殴りに行かなきゃいけないとかになったパターンの場合って、これ貫通変化すると価値で減速しちゃうからっていうのもね、ちょっと考えられるからね。で敵は常になんか倒し続けたりとか、複数の敵を触ってから攻撃しに行くってシーンが多いと思うから、これ難しいだろうね。めっちゃむずいだろうね。貫通変化が使えないっていう可能性もあったりするから、それも考えるとちょっとね、蝶バラといえど出雲は、まあ SS なしでも結構強そうですけどね。ケルケゴール、はい、まあここはね、どうでしょうね。あ、そっか、一定、あ、そっか、こいつ減速で使うのか。あ、ケルケゴール強そうだねこれね。まあでも普段がきついかな、ちょっと加速が他にいたりしたらいいですけど、 SS 使ったらめちゃくちゃ強いと思うね。うん、結局大事なのってさ、1体目触れる、2体目触れる、3体目触れる、4体目触れるみたいな、いっぱい触れた後にボスをポン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 って殴って、まあ、減速した後にだからボスを殴るってシーンが増えると思うんだよね。そこでより火力を出せるキャラってのが強いと思うんだけど、減速緩和してこれ連撃キラー EL なんて入っちゃったらケルケゴールやばそうですけどね。あー、これケルケゴールありかもしんないね。いつものコネクトの相性もいいしね。あー、じゃあこう見るとちょっとありなのかな。はい、じゃあもう一個一応ね、貫通を見ときましょう。アタッカーだけだったら、そのアタックの役割だけを果たす貫通ってのも一応いけなくはないんですよね。はい、でこういうクエストだったとしても貫通いけたりすることあったりしますので、まあ、ここがどういう風になるかなってところなんだけど、きついかなさすがに。
その敵に触れれば触れるほどのさ、触れる対象がさそもそも貫通ダメだよっていう価値だったりするパターン、そのパターンになるともう貫通はもう死亡なんですよね、どう頑張ってもね。反射変化とか持ってたらまた話は違うんですけど、ちょいきつそうだよな。この辺使えたらぶっ飛んでると思うんですけどね。しかも今回弱点効果上がってるステージになってるんで、めちゃくちゃ強そうですけどね。だからもうどっちかだよね、全く使えないか、あ、一本とかだったらもう全然使えるわみたいな。触れる的にな、ね、価値とかがいなかったらめちゃくちゃ強そうと思うんですけどね、この2体とかはね、特に。でか減速でこれスピードもアップできるでしょ、超減速でね。加速要素がクエストで用意されてるか、まあ自分で加速の要因を用意するかが強いね。で触れるほどなんでさすがにちょっとね、ネオはきつそうな気しますね。でもさ、結局さ、ワープと減速壁ってことはさ、どちらもさ開幕は出てないギミックになるじゃないですか。で触れれば触れるほどクエストなんでしょ。えってなってくるとさ、これまたさレムとかやばそうじゃないですか。レムとかさ、開幕で触れれば触れるほどの触れまくって、でめっちゃ触れてる状態でない性質撃とかなったらね、だって初ターンはワープも減速壁も出てないギミックですからね、めちゃくちゃ強そうな気するんだけど、これなんか裏ワンパン系結構ありそうな気するな。はい、じゃあ全体のあれで見ていきましょうか。まあちょっと超アップなんでね、よほどパワーが高くないときついと思うんだよな。いやー難しいな。他のやつで言うと、まあエスカノール生命ぐらいか、キラーでね、連続性キラーとかであるけど、いやちょっときつそうだよな。これでアジンキラーとかいないのかな。ワープ減速アシンキラーってイメージねえな。ほう、え、これ恐ろしく強くないですか。え、これ恐ろしく強くない。まあ、多属性っていうのがあるんで、まあ、足封じが発動してても何のキラーも持ってない水属性の方が火力が高くなる計算なんですよね。だから、まあ、で火ダメも大きくなるってことを考えると、まあ、採用する理由がまあないんですけど、 SS とかも組み合わせがちゃんとできるんであれば結構強そうな性能はしてますけどね。さすがにきちいか。でもここはもう論外ですね。有利属性、これがね水とかだったら完璧でしたね。ワープ減速化で水属性でアジンキラー持ってるでしょ、でかつ加速要素を持ってるんでね、最高だったんだけどな。対応してるとしたら、まあ、ワープか、減速がどれぐらいかによるんですけど、あとワープ対応の超スピード型っていうのも意外と対応できたりするんだよね。減速壁1回だけ触れるだけだったらいいよみたいなことがあったりするから、ワープ対応の超スピード見るか。うわ、これはちょっと、ていうかなんで綺麗なまた俺減速限定されないのこれ。あ、そうか、そう、超スピードになってるからか。あ、そうか、超スピードってのがあるのか。あー、いやこれカウンやばそうだな。でも触れれば触れるほどの敵が倒せない敵だったらカウン弱いのか。 SS ね、あれが全部倒せて毎ターン蘇生するタイプのクエストだったらカウン恐ろしいことになりそうですけどね。これでもティア1適正予想に入れていい気がしますね、カウンはね。まあ、ワープ原則なんで、ってなってきたらさっきの、極楽浄土とか、まあなんかその誰かね、あの降臨キャラ入れてっていう立ち回りになってくると思うんだけど、いやきついかな。キラヤマト、キラヤマト強いんじゃないの、下手したら。まあ、減速がね、あのピタッと多分くっついちゃうっていうのはあるかもしれないですけど、ワープで超スピで減速1回、まあ無効ってほどではないですけど影響なく1回動けるってことを考えるとさ、まあ味方に敵に触れれば触れるほど攻撃力上がるステージなんで、減速に止まっちゃうっていうのはめちゃくちゃデメリットだと思うんですけど、でもそれを有り余ってもサポート能力が高いですよね。ストライクショットのところと加速パワーアップってのがあるんで、ワンチャンある、ちょっとありそうじゃないですか、キラヤマト。ちょっとありそうじゃない。え、これちょっとあったらなんか嬉しくなりますけどね。これあったら嬉しいな。でね、相手もね、とりあえずレーザー攻撃いっぱいしてもろて、でレーザーストップされるみたいなね。え、最高スクールになったらね。あ、一応そっか、ワープだけにするとカーリーとかもいけるのか。カーリー、シンドバット、火力目だったら ね、プルメディアとかもいるのか。難しいね。え、これなんかリムルいるかいないかでめっちゃ難易度変わりそうやな。そんな感じじゃないですか。だってもう文句なく使えるって言ったらリムルでしょ、これ。加速要素だからリムルさん、キラヤマトとかヤバくなりそうですけどね。めっちゃ強そうじゃない。
まあ、わざわざリムル4とかでもいいじゃんとはなるかもしれないですけど、まあ、リムルさんキラヤマトだったらリムルがまあ暴れそうっすよね。まあ、スピード倍率も高くて、まあ、あいつ元が 2.6 倍とかの SS 持ってますからね、リムルに関してはね。で加えてこれ触れれば触れる方だけどさ、リムルに関しては触れなくても割合出せるわけじゃないですか。これはちょっとリムルっぽいね、さすがにね。さすがにリムル一強感がすごいっすね。これブロックとかまでなるとどうなるんだろう。これ降臨マジきつそうだな。あーまたお前か、カイリーようハマりますね、ほんとね。ここかブロックまである、なるほど。で生産半分にする。え、これさ関羽カイリーないですか。関羽カイリーカイリで運枠取って、そのルン曲って部分ラックの条件満たせて、で他カーンウにするみたいなの結構ありそうっすよね。カーンウ打ったら状況打破できるシーンってめちゃくちゃ多いと思うから、あの SS ね、1本全部の状況ひっくり返すっていう SS なんであればリムルよりあの状況ひっくり返せる可能性持ってるんでね、カーンウの SS はね。で超スピード型っていう今回の性能に合ってるから、なんか前回のミリムもさ、あのリムル超強かったですけど、リムルが最高だったわけじゃないじゃないですか。結局その役務の方が楽だったりとか、あジャンダルクの方が火力出せたりとかがあったと思うんだけど、ここも別にリムルが最適って可能性あっていうのがね決めきってるわけではないからね。いやでもちょっとリムルっぽいですけどね、さすがにね。俺が持ってないとかある、そんなことないやな。あと原則水、きつそう。これこの辺とかさ、双葉ちゃんとか無理かな、ワンチャンない、ちょっとありそうっすよね。さっきレムっていうね一つあのここに載ってないやつの名前を出しましたけれど、やっぱ開幕ワープ原則ないからさ、いやこれ強いでしょ普通に。ダウンポジボス1ダウンポジとかだったら双葉ちゃんの SS でも結構出しそうっすけどね。また双葉か、ちょっと面白そうだなこれ。いやー加速要素があったらなー、あーパワフィ展開だもんね。でカイリーほんと強いっすね、カイリーがマジで優秀だわ。でちょっとガチャゲンにしよっか、もう一回見とくよ、ちょっとこっちで。いやきつないっすかこれ、きつくないこれ。あキリト君のワンパンとかあるかもしれないっすね、もしかしたら。まあそしたら篠田さん使えようってなるんだけど、あサボね、ホムホム遅延、魔族とか魔王とかだったらね、イフリートとかでね、まあさすがにアジンだわな。あれ待って、違うわ、シズさんがアジンなんだわ、出てくるのイフリートだわ。あれ何なんだろう、魔人かな、魔人、魔族、魔王、妖精。え、これどういう設定だったっけ、書いてない、なんか爆炎の支配者。え、でも何かしらの種族あるわけですから、え、これ何種族なんだろう。え、原作でイフリートに対してそういうの触れてるっけ。あ、でも魔人になればみたいなこと言ってたから、これ魔人の可能性高いな。そうだ、イフリートを受け入れて魔人になればみたいな話してたから、魔人っぽいな。魔族、魔人、魔王とかなのかな。ちょすいません、ちょっと原作がねあまりにもあの前のところでやってる原作のところなんで詳しく覚えてなくて申し訳ないんだけど、これ魔神っぽいなね。え、これ魔神だったらまたちょっとさやりようがない、魔封じだろ、魔神やりようがないわ。え、でも生命強そう、 2.25 倍でしょ。まあ有利属性がいないのか、魔封じと全属性キラーが乗る可能性があるって感じですね。ポルトスはまあね、魔人キラーではありますけど、ポルトスある、これちょっとありそうじゃないですか。まあ、チョウバラの無駄遣いがすごいですけど、チョウバラもんないんでね。まあでもこれで3倍ですからね、他の水属性はもう属性倍率だけで2倍出すから、どうすかね。まあでも火力が高いのは間違いないと思うんだよね。でも火力上げる要素の超アンダメのねダメは今回出てこないところなんで、まあ、あでもボスからのダメージも軽減できるもんね、魔人耐性って思ってるからね。こいつだけちょっと相手が魔人だった場合のみ相当火力と安定感ってところで高くなる可能性がありますね。ね、これちょっと馬鹿にできないよね、めっちゃ強そうだよね。まあ魔人だったらやばいっすね。まあ、そもそもこの魔人前提があったのかもしれないけど、
これは無理っすね、チャーシューになっちゃうんでね。じゃあもうえワンパン、いやさすがに無理か今の火力だと。あれてか待って、いつもじゃん。あ、そうだ、そっか、いつもカウンターキラーだったんだ。そうだ、こいつ魔封じのイメージめっちゃ強いわ。今両方持ってねってなった。そうだよね、え、なんでカウンターキラーだったん。もうこっちの方が強いけど、え、魔封じ持ってきてよこれね、カウンターキラーと魔封じだったらまた話変わってくると思うんだけどなね。あ、そっか、魔封じなくなって、そっか、カウンターキラーなのか。だったらもうさっきのとこ表示されてるはずだもんな。うん、まあでも貫通だったら風神雷神同時期でいいところかな。で話だったらリムル関羽、出雲っていうところになってくるのかな。はい、で原作の漢字だと魔人とかになってくる可能性が高いのかな。どうなんだろうね、ちょっとどういう扱いで言ってたっけ。でもなんか魔人になればみたいなことをアルプルギスの時になんかレオンが言ってた気がするんだよな。もうちょっと長生きできたものをみたいな感じのセリフがあった気がするんで、そっちのね新しい方は覚えてるんですけど、古い方なのイフリートがねどうこうどうこうなるみたいなところの時にはどういう扱いを言ったっけなこいつ。ちょっとごめん、これは俺の知識不足ですね、申し訳ない。だからもしいやいや魔王でしょみたいになってたら本当申し訳ないんですけど、うん、いやでもちょっと楽しみやな。え、どういう攻撃してくるんかなマジで、どういう感じなんだろう。え、多分ね結構強いと思うよね、めっちゃ強いと思うんだ。で原作で戦ったのはリムルなんですよ。だからまあリムルが強いっていうのはもう間違いないと思うんだけど、逆にリムルが適正でイフリートに立ち向かうんであれば、うん、むちゃくちゃ簡単、うん、一瞬もうリムル食らわんから、うん、でも今回その原作再現なかったですからね、非無効みたいなのね。なんでまあそれなりのクエストにはなるんだろうなと思いますけど、どうなんですかね。まあそもそも戦ったのスライムの時だからな、どうなるんだろうね。え、確信しかないよね。いやさすがにないか、こっちで行くと向こうとかはないよね。こっちで行くと向こうはもう終わりよねすぐ進化させるもんね。でまあそれは理屈に合ってないもんね。普通に進化後もその体制持ってるからね。多分ね火柱系は来ると思う、うん、火柱系の攻撃っていうのは来ると思うから、まあ多分なんかその紋章をつけとくっていうのはすごい重要になる気がするな。うん、でも倒せば倒すほどのステージやっぱ加速強いからな、超スピード加速がマジで雑に強いから、これね下手したらねカイリ・カンウさんとかのが強くなってる可能性も一応なくはないと思う。うん、カウの方が蓋開けてみたら強いじゃんってパターンは全然あり得ると思うな。うん、ね、あとはワンパンがどうなるかだよね。倒せば倒すほどのステージはねやっぱワンパンがつきものなんでね、その辺がどうなってくるのかなっていうところが楽しみですね。あんまりあれだったな、もうなんか結構もうこいつこいつみたいな感じで候補がいっぱい出てくる感じじゃなかったっすね。まあ、ワンパン系だったらいっぱいいるんかな。ちょっとごめん、もう一回見てみる。ごめんね、今ほぼ出たばっかで興奮しとってるんで、まあ手前でね何を話そうとかも用意してきてないんで、見ながらみんなと今喋ってるんですけど、うん、うん、何回見ても変わらないかな。そんなにね、連撃キラーも伸びきらないといけないですからね。あ、まあでも原作で使うわって部分だったらかなり強いあれになるかもしれないですけどね、加速もできるしね。ただいやでもやっぱ考えられないよな、触れれば触れるほどステージでさ貫通ダメって言われて触れる対象に価値がいないっていうのはちょっと考えづらいですよね。うん、だからさすがに反射になると思うんだ。左っしょ、他にこれ戦えます。え、でこれ水だもんね、だって超アップだもん。超アップぐらいからはもう水使いたいから、え、これ無理じゃね。降臨ねし降臨いないが、あ、これガチゲンそうとしてるわ。だって怪異いるはずだもん。あー、まあまあ降臨またお前か、無理だって。始皇帝は弱いんよ本当に。始皇帝は無理、本当に無理なんだ始皇帝って。いや本当に無理なんだ始皇帝、マジで弱いんだこいつ。何の時だっけこれ、何の時だ。あら、サザビーか。あ、もう本当無理なんだわこいつ。使うぐらいだったらしばしを使った方がいいから。いやこれマジ無理だからこいつ、本当に弱いんで。
前回はブロック原則だったんですもんね。それでこの乖離の部分とね、このね始皇帝さんがハマったんですけど、まあこの辺なのかな。まあ乖離、いや乖離はでも少なくとも来るんかな。乖離は欲しいっすけどね。びっくりした。これ乖離、前回さ乖離がさ降臨適正だったのにさ乖離来なかったんよね。乖離来てくれるんかな今回は。来なそうだよな。乖離なんてなんかもう見ないもんね。来ないね。お前いたらごめん。ヘルヘイムじゃないんですよね。乖離なんですよね。6ターンでもない。ああ来ないね。やっぱじゃあ。どうなんだろうね。終わるまでにはもしかしたら来るかもしれないですけどね。前回はなんか終わった後とかに来たよね。タイムシフトで頑張ってねみたいな感じで来たから、まあそこは待ってもいいかもしれないけど、うん。今できる用意としてはこいつも証拠入ってねえからな。結局なズコールもな。加速要素があるわけじゃないからあれだけど。え、今できる用意なくない？これ。マジで始皇帝信じるしかなくなってない？難しいっすよね。これ今用意できるね。期間限定とかメダルキャラとかしかいないんで、今できる用意ないっすね。はい、だからまあこの辺のガチャゲンの、あガチャゲンで、ね、勝ちたい人は厳選するっていうのはもちろんやるとは思うんですけれども、うわまあこれはマジリムルだと思うな。さすがにリムルカウンだと思ってます。うん、リムルカウンの乖離で生死短縮でもし入れるんだとしたらキラヤマト1本とかで加速パワーアップとか取るっていう構成は、一応ありなんじゃないかなっていう感じかな。うん、まあなんかそんな深追いするほどねキャラがいっぱいいるってわけでもなく、こいつも強そうこいつも強そうみたいなね、ジャルジメルトの時みたいな感じではないので、まあもういつも通りリムルが強くて、それについて他のね通常ガチャ券っていう方で何体か使えるやつがいるんじゃないかなってぐらいですね。まあここまでお話ししたのにね、限定であるハルリア君の名前が上がらないっていうのも珍しいんですけれども、はい、ハルリア君はね一生味方が毒にかかっててもリムルの方が強い、そういうことですね。まあ、パワーフィールドってのがどういう風に左右するかわかんないですけど、パワーフィールドで攻撃上げるってよりはどちらかというとね一般的に振れるってのが重要なんでね、超スピード型がまあ優遇されるんじゃないかな。で本当にキャラいないよって人はね、ワープの超スピード型っていうのをね一旦信じてもいいと思いますね。ただまあ今回振れるねっていうね条件があるんで、まあいろいろマップを動かなきゃいけないっていうのはどうしても来ると思うから、まあそこでの相性はねちょっと悪いんですけれども、減速ステージってピタ止まりでも減速壁でピタってなった後に超スピードが発動して壁に触れたら加速するっていう効果が発動してちょっと動くんですよ。なんで超スピード型って減速壁一回まあなんかねくっつきを軽減できるっていう言い方の方がいいかな、軽減できたりするんでね、まあ最初に触れた壁の場合だけですよ。なんでね、本当にキャラいないよって人は、まあそういうところもちょっと見ておいてあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、ってな感じかな。いや、楽しみだな。エース何なんだろう。いや、しずさんのシーン来るんかな。多分そうだよな。で、多分リムルが特殊エースのトリガーになってると思うんすよ。間違いなくね。なんで、リムル入れたらのパターンと入れないパターンっていうのがあると思うんすけど。でもね、そんなだと思うんだよな。だってさ、今回さ、じゃあもう一個のパターンでちょっと最後だけごめんね、見させていただくんですけど、ベルドラを入れるミッションっていうのもあったじゃないですか。これね、ね、どうすんのこれ。マジ無理なんですよね。すごいでしょ。無理なんですよ。無理。ベルドラ入れてさ、勝つっていうのが一応可能ってことだからね。火ダメ的には多属性を1本入れても一応勝てる可能性があるよみたいなね、ミッションが来てるわけなんで大丈夫な気はするんすけどね。だからそれゆえにポルトスとかね、もしキラーが刺さったら強いだろうし、まあ、他のところでもね、さっき言ったハウスだったりとか、まあ、いろんなキャラが強いって可能性は当然出てくると思うんですけれども、まあ、まずは水を見といてあげるのが無理だよね、原則ないよね、だよね。まずは水を見といてあげるのがいいんじゃないかなって思うね。てか今回シオンベニマルとかじゃないんだね。ワンチャンダメワープとかになるかなと思ったんですけどね。これもしかして原則ちょっと出しだったりするのかな。下手したらさ、だってさ、これワープさえ満たせていっぱい振れるいっぱい振れるっていうのができるんであれば、シオンとかも一応そのワンパンのねキャラ候補には入ってくると思うんですよね。まあシオンでワンパンできるなら他のキャラでワンパンした方が楽だよねとはなりそうですけどね。はい、まあまあ来てみれば分かるんでね。
来るのを待つと思うんですけれども、はい、まあちょっとね今ねもうギミック発表された瞬間にねテンション上がって撮っちゃった動画になるんで皆さんと一緒にね、まあ、どういうキャラなんだろうって確認する形になってね話がまとまってなくて本当に申し訳ないんですけれども、まあ今この動画内で、話に出たキャラっていうのはまあ最有力候補のキャラたちになると思いますので、まあ、その辺の厳選をしたり、当日どういう風に工夫するかっていうのをやったりとかね、しつつ長期力ともに頑張っていければなと思います。まあ、僕ねこういうね、何がハマるんだろうみたいな雑談動画好きなんでこういう形をとってますけど、しっかりとして本当に適正キャラが知りたい人はコメント欄にコメント欄にねやっぱね有力者の方いっぱいいるんですよ。で俺もねここで話したキャラっていうのを初見で使うこと結構あるんですけど、その時にちょっとパーティーが変わってる場合っていつもコメント欄とかでね、あこの人ああなるほどねそういう考察もあるんかみたいなのを見て決めたりするんでよかったらね今回もはいガチ勢の皆様、皆さんのパーティーを教えていただければなと思います。ということでここまで見てください皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。